急な引っ越しの準備は大変だ。限られた時間の中で必要なものを選び取る作業、ある意味人生の縮図なのかもしれない。お父さん、これどうする？娘のナナミが階段を上って2階へとやってきた。押し入れの奥からドラムスティックが出てきたんだけど、まあそれか、昔もらったんだよ。ある日の放課後、学校の廊下を歩いていると音楽室から何やら聞こえてきた。ドラムの音だ。規則正しく漂う音に好奇心を刺激され、僕は音楽室のドアを少し開け、その隙間からそっと覗いた。誰かがドラムを叩いてる。女の子だ。長い黒髪に隠れて顔が見えない。しなやかな細い腕から繰り出される力強いリズムに心を奪われ、僕はしばらく眺めていた。次の瞬間、手で押さえていたドアノブが滑って急にドアが開いてしまった。誰？気がつくとその子がこちらを見ていた。僕は急に覗いていたのがバレたことに罰の悪さを感じながら顔を上げた。見覚えのある顔だ。確か3日前に僕のクラスに転校してきた。ごめん、なんかかっこよくってつい。確か B 組に転校してきた子だよね。僕、星尾。あたし、アスカ。音楽好きなの？いやー、やったことないけど、かっこいいなぁとは思ってる。叩いてみる？ドラム。え？無理だよ。大丈夫。棒振るだけだから。はい。僕は彼女のスティックを受け取り、ドラムに向かって腕を振り下ろした。初めて鳴らしたドラムの音は僕の脳内に鳴り響き、心地よい余韻とともにどこかへ抜けていった。すごい！楽器ってすごいね。でしょ？私ね、楽器を弾いてる時が一番生きてるって感じられるんだ。嫌なことがあっても全部どっか行っちゃうの。なんか、わかる気がするよ。それから僕らは放課後になると音楽室に集まりドラムを叩いた。彼女はいろんな技を知っていて、毎回違うことを教えてくれた。そんなある日、彼女が聞いてきた。ねえ、学期末の音楽の実技テスト何やるの？自由課題って先生が言ってたやつ。やっぱドラムかな。せっかくこうして練習してるしね。そう、そうだよね。え？どうしたん？だって、それだと一緒にできないじゃん。次の日、いつものように音楽室に行くとピアノの音が聞こえてきた。ドアを開けるとグランドピアノに座った彼女がこっちを向いて微笑んだ。私ね、音楽のテストをピアノで受けることにした。曲は何がいいかな。ブラックページとか。それから学期末までの間、毎日集まっては練習し、テストへ向けて着々と準備を進めていった。そしていよいよ明日がテスト当日という日の朝、いつものように学校に来たら彼女の姿が見当たらない。するとホームルームで先生が言った。皆さんにお知らせがあります。伊藤さんはお家の都合で急にまた転校することになりました。僕は頭の中が真っ白になった。その日どんな授業があったのか、どんなお昼を食べたのか、友達とどんな会話をしたのか、何にも頭に入らず、ただ時を過ごしていた。そうして放課後、誰もいない音楽室に一人座っていると、ドアが開いた。そこには彼女が立っていた。お父さんの急な転勤で明日の朝すぐに出なくちゃいけなくって、今日はずっとその準備だったの。そっか、ごめんね、ずっと一緒に練習してきたのに。うん、仕方ないよ。ねえ、お願いがあるの。このスティック受け取ってもらえないかな。え、でもそれってアスカの大事な。いいの、受け取ってほしいの。ねえ、ありがとう。そう言って彼女は音楽室を出て行った。お父さんにそんな過去があったんだ。やるじゃん。まあ昔の話だよ。私も転校したらドラム始めようかな。素敵な彼氏できるかもしれないし。だったらそのスティックあげるよ。え、もらえないよ。お父さんの大事なものじゃん。いいんだよ、またお母さんにもらえばいいから。